スベトラーナメドベージェワ、ドミートリーメドベージェフと、スベトラーナプジンスベトラーナメドベージェワプジンスベトラーナ、ウラジーミロブナメドベージェワは,は、ロシア連邦大統領や首相を歴任したドミートリー、メドベージェフの夫人。旧姓は、リンニク。1965年3月15日ソビエト、連邦レニングラードに、軍人の家庭に生まれる。クプチの第305学校を卒業し、 1989年、メドベージェフと結婚する。レニングラード財政、経済学大学を卒業し、モスクワで働いた後、ペテルブルクに戻り社会団体を組織する。1996年には、メドベージェフとの間に長男を設けた。大統領夫人としての傍ら、精神的文化団体のリーダーとして、若者の道徳向上活動を行っている。アニメ好きであり、 2008年11月16日に在路日本大使館で行われたアニメ映画ドラえもんのび太の恐竜2006を鑑賞する交流会に出席している。また、ドラえもんとロシアのキャラクターによるアニメ映画やインターネットサイトの共同制作を発案している。ありがとうございます。